こんにちは、切り絵画家久保修です。今日はですね、個展とか展覧会についてのお話を聞きたいということだったので、そういった裏話やいろいろ過去の若い頃の思い出話とかもしてみたいと思います。ただ個展と展覧会ってその違いとかってあるんでしょうか？そうですね、僕のこれは考え方っていうか、僕のやり方、ずっと昔からやり方としては、個展というのは新作とそれから販売ですね。販売っていうのは、僕は職業はって聞かれたら、切り絵画家ですので、画家なので、その絵も販売するということも仕事の一つなので、ただ制作してずっと売らないで持っとくっていうわけでもないわけなんで、そういう個展ではそういうふうな、新作発表と販売という形のものをやってます。それで、展覧会っていうのは2年3年前からいろんな企画が入ってきまして、美術館の方から依頼があったり、あるいは美術館のところに提案する企画会社みたいなものがありまして、そういったところが、私どもの方に、どこそこの美術館で今度展覧会の企画を組んでみたいんですけどもという話が来て、だいたい2年か3年前ぐらいから話が来て、それ実際に展覧会を行うまでの間にいろいろ準備期間をするわけですね。でそういうので、やって、で展覧会は美術館ですので、皆さん分かるように入館料を払って美術館の中に入館すると。で展示されてる絵は販売はありません。あくまでも展示されてるのを鑑賞していただくという感じになります。で、中を作品をぐるっと見て回って、出たところでよくあるのがグッズとかですね、版画であったり、いろいろ本であったり、画集ですね、そういったものを販売してるというところがあります。だから、その違いっていうのは今言ったようなことです。やっぱり画家さんは個展もやりながら展覧会もやったりっていうことがやっぱり多いんですかね？そうですね、私の口が言うのもなんなんですけど、なんか個展はできるんですよ。まあ画業が何年でも、やろうと思えば、まだ日が浅くてもやると思えば、この時代何でいくらでもできるんですけども、展覧会となりますと、これはやはりある程度のレベルに達してないと美術館の方の企画には入らないし、作品もですね、僕も昨年が、からで画業50年になるぐらいやってると、あるいはもう少し、30年でも40年でもいいんですけど、ある程度の年数が経ってないと、その展示できる作品がないと思うんですね。持っている作品がないと思います。っていうのは、じゃあ美術館展覧会決まりました、じゃあ2年後3年後にやりますかって言って、それに向けて新作ばっかり作っている展覧会っていうのでは、まあそれも悪くはないんでしょうけど、その画家のやってきた歴史というか、その道のりというか、そういったものがやっぱりその何年代の作品、20代から始まったとすれば、20代30代40代50代のこうその年を追った作品が展示されていたり、またその若い頃に使ってた素材とか、そういったものもそこに全部掲示しますので、そういったことも全部データが必要になってくるので、じゃあ僕もやりたいって言ってすぐできるものでは展覧会の方はないので、やはりこれはやり続けている方ができるものではないかなと思っています。じゃあ個展は自発的にやろうと思えばできる？そうですね、やはりギャラリーによっても、老舗のギャラリーなんかはやりたいって言っても、いくらお金払うから貸してくださいって言っても全然相手にされないこともあります。で今の時代は、お金を出せば貸しギャラリーっていうのがありますので、それで、そこそこやってれば、どなたでも個展はできます。経験が2年でも3年でもやろうと思えばできます。ただその時の評価が後にどんなふうに展開していくか、そこはやはりご自身がしっかりとしたものを持って個展というのをやらないといけないかなと思います。で、これもじゃあ僕のことを知ってる人が少ない、そんなにまだ若ければ誰も知らないわけですから、自分から売り込みに行かなきゃいけないんですけど、関西の場合は出版社が少ないですね、東京に比べたり。やっぱりで、その中で少ないなりの中で持って行ったり、あるいはあと新聞社とかにも行くんですけど、
まあ大体玄関払いっていうか、ああ今担当者がいませんとか、なかなか見てもらうということはできなくて、来てもまあよく見てもらう、ああそうね、じゃあこれ預かっていいですかって言われるんで、どうぞって言うと、大抵机の横に箱へ積み上げてるところにどさっと置かれる一日に何人も持ってくるっていう話。あ、結構やっぱりそうやって自分の絵を見て使ってもらえませんかって売り込みっていうのはやっぱ多いもんなんですか。はい、それとか絵本なんかでもそうでしょうしね、いろんな出版会の中で自分の作品をやっぱり見てもらいたいっていうか、こう世に出したいっていう人たちはそういうふうにして、私の場合ははっきり言って毎年個展のための費用を稼ぐのと、その、まあ、食っていかなきゃいけないので、だからその売り絵を描くとかそんなことは一度も考えてやったことない、こうやったら売れるんじゃないかとかそんなことは一度も考えたことはないんですけども、あんまりその作品を売れることを言ってるとそういうことを陰で言われることも多々あったので、まあその辺のことはでも気にする必要は一切なくて、とにかく自分のやりたいことを続けるにはやっぱりそういうことも食っていく手段もいろいろ考えなきゃいけないみたいな。ちなみにその出版社の人に取り入るなんか方法みたいなそうですね、あれですけど、まず一つ僕は関西にいて東京の方の大手の出版社に来るときに月刊って言ってなんかってこうカットいろいろ使ってる本をまず見つけて、こう誰でも知ってるような月刊誌、そこへ自分でこれに合うようなカットをもう振って、封筒に入れて、で、まあ、もちろん編集長裏に本の裏に書いてありますから編集長の名前書いてあてにして、で出す時に、書き留め速達なんです。書き留め速達にすると必ず封筒は未開封にならなくてハサミが入って必ず中を見てもらえる。そうか、書き留め速達だからあ重要なものかみたいなって、そう名前は知らないけど書き留め速度なんだろうって開けてみたらカットが入ってるとで変なやつと思ってありがとうで手紙たら、まあ、編集者の誰かに分かってればなったら、なんかまあ良ければ10点でも使ってもらえると向こうから連絡が来るんですね。送っていただいたのありがとうございましたので、今回10点ほど使わさせていただくので、振り込み先を教えてくださいって言って、うん、だけど送っても全然今回は何の返事もないときは使われなかったということだし、そうやって定期的に送っておくと向こうもまた来たなという感じになって、でそれは僕が長いとこういうことやってて、その若い頃の、まあ、手段っていうかね、そういうと思うんですねで新聞社の場合は先輩から、これは先輩から教えてもらったことなんですけど、受付でご挨拶に参りましたって言えと言われた。そうするとご挨拶って言われると無限にこう断って追い返すわけにはいかないので、どなたかが降りてこられて、例えば文化部の方ですね、まあ、一応窓口としては文化部とか学芸部とかで降りてきて、ちょっとお話して降りてきたらこいつ売り込みに来たらというような顔されるんですけど、まあそれがまあご縁で、決して悪くなければ、その時見たものが悪くなければ、まあ、一応預かっておきましょう、またご連絡しますということで、それっきりになることもあれば連絡があって、ちょっと今度こういう企画があるんだけど作ってみますかっていう連絡が依頼が来たりすると、ああよかったと。それで、まあ数千円 のワンカット2000円とか、だけどそれが、何点か連載でも使ってもらうと、まあ それなりの金額になるんですし、で自分の名前も出て、お金をもらえて自分の名前も出るということは PR 部にはすごくなるという、テレビの力とかいろんなことであるかもわかんないですけど、そういうこともうそれでうまくいけばそれにも越したことはないですし、コツコツとやっぱりやっていくっていうのも大事かなと思いますけど、今はこういうインターネットとかすごく発達してるので、もう僕らみたいにそういう売り込みの仕方しなくても、もっともっと早くいろんなことに多くの人に伝えることはできるのかもわかりませんけど、これから画家になろうと思ってる、まあ、若い方なんかの方に、ね、最終最後だからアドバイスをお願いします。まあ
先ほど何度も言うインターネットとか何とかって伝達を早くできるんですけど、やっぱりものづくりっていうのはやはり、コツコツとやっぱり積み上げていくものだと僕は思ってますの でそれを作っていくのは今日明日でやったから1年やったから2年やったから結果が出るものではなくて、結果は遥か遠くにあるものなんで、それはそれで目指すという気持ちも大事です。あとは自分を信じて、周りからどんなものがあってやっぱいろんな欲は出てくるでしょうけど、そういう欲に負けないで、とりあえずは自分がこれ職業と決めたんだったら、それをまず職業になるのかならないのか、好きだから趣味でやるのか日常画家でやるのか、それだったらもうそれは何とでもいいんですけど、でも自分が本当にこれで生きていきたい、自分の自己表現で生きていきたいっていうんであれば、自分を信じて、他人の言葉は雑音と思ってやり抜いていくしかないと思うんですね。だからぜひ結果でなかなか出ないですけども頑張っていただきたいと思います。この動画がいいなと思われた方はいいねボタンと、チャンネル登録をお願いします。ではまた。